おはようございます、イエローです、パラーン。はい、というわけで見てください、見渡す限りの緑ね、視力が良くなりそうな、ここは七色ダムです。引き強くなりそう。というわけで、デカバスもね上がってると、数とデカさとその辺狙って、まあ、いろいろ試したいルアーもワームもありますんで、でかいの狙ってやっていくぞ。えいえいおー。本日の釣りタイムはデカバスの聖地七色ダムだ。果たして野郎はデカバスを釣り上げることができるのか。バーの椅子みたいなのがついてるボートです今日は、フットと2馬力今日はフラットですんで、食後のお昼寝や、今回グランダム武蔵を持ってきてるそうなんで、ゴロゴロしながら漫画を読むことも可能、そして床下収納もあり、至れり尽くせりなボート、その名もエスポワルゴ。さあやっていきましょう。目指すはあそこの廃墟なんですけど、まあ、ちょっと順繰りに行こうかなって感じです。今は、レゼブルスーパーアルティメットカスタムですねまず後ろっすね。これは前回スイベルつけてたんですけど、抵抗がめっちゃでかくなるんで、スイベルはやめて直付けにしました。で、フェザーフック、これは最近見つけた釣り具屋さんのオリジナルの手巻きの、目も描いてます、地味に。ここ立体のやつにしてます。めちゃめちゃクリアなんですよ、びっくりするぐらいクリア。これかな、ベイトですよ。この前矢川行きましたよ、釣れませんでしたけど。厳しいっすね、まあ、本当に人多すぎ問題ですね。まあ、あと淀川もまあでかいわけじゃないですか、うん、川だし、いるここにってなっちゃいますね桜池が一番っすわ、あんぐらいの大きさが好きです。今日ででかいところもいいじゃんってなりたい、こんなクリアなところ初めてですからね。いやけど生命感がすごいっすね。そうやな、やっぱりここ生物めっちゃいる。淀川とかカメしか見ないですからね魚影がないですもんね。とらわれる必要はない ですね。これ釣れなかったら恥ずかしいやつだな。フリックじゃなくて新メンバーを紹介します。新メンバー、ミミュー、MMZ にチャベリグを昨日の夕方から漬け込んどいたんで、こうやって夜になっ
ジュラルだろうが、ミミズだぞ。見切るの。もっと吸い込みなさいよ。怖いっすね。廃墟。肝試しできるらしいですよ。いるもんな、めちゃめちゃ魚いるもんな。来た来た、来ましたよ。お待たせしましたよ。いいんです、いいんです。赤ちゃんでもいいんです。やっと来たぜ、よかったぜ。はあ、よかった。かわいいサイズですけど、すごく綺麗。美味しそうだもん。やったぜ、フリックでしたね。やっぱりやっぱりフリックでした。いやー、よかったー。初、七色初です。初初、すごい綺麗ですね。ふぅ、よかったー、耐えたー。まずはっすよ、うん、本当に最初の一匹超大事だから、うん、もうやっぱ折れるじゃないですか、うん、今日なんて5時半から来てるわけですから、かれこれ5時間ぐらい。ああ、よかった。ナイス七色。ただ釣れてたですね。はい、釣った感はない、うん、釣れていた。まあ、漂っててパクッかなって感じですね。フリックの 3.8 あのネズミ色、ミミズ色か、うん、で、あのもうクソ軽いのだけ、だからもう簡易ジグヘッドワッキーですね、うん、超軽いこれだけで、ゴズイヤシッタおかわりをもう一回ね、うん、こう地合いを引き寄せないと。毎回思うんすよね、結局フリックだけでいいやんってなっちゃう。これ何のためにいっぱい買ったんってなっちゃう。まずはまずはどの辺か分かんなかったな。けどそこから流れてきてるんですよね今。まあ、いるんだろうな。やっぱ魚影は濃いんですよ。今までで一番じゃないですか、うん、姿を見るの自体は。しかもでっかいのもいるし、いかんせんただ釣り上げきらん。だけどやっぱまあ憶測ですけど、うん、一気にゴンって深くなるじゃないですか、うん、でこの浅瀬からのこの深くなるところの狭間なんかなっていう気はしますけどね。なんとなく人間から見るストラクチャーとバスの好むストラクチャーは違うみたいな。その水中にもストラクチャーはあるみたいな、はいはいはい、岩の影とか
ていうんで、でも想像しませんね。はい、想像力だな。うし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 、でかい。え、でかい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 。うおおおおめっちゃ引く。食った食った。うおおドリームドリーム。おおやりましたよ。でっけえ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 やったーやべーでっけえやったーうわーうわーやったーでっかいうわうわこれは怖い怖い持つの怖い。うわやべーやべー俺がやべんじゃんやうわあ危ねちゃんとフッキング草浜ですわ。やったじゃあ硬い。うわ手袋しよう。うわやっためちゃめちゃ硬いんですね。やっぱでっかいバスって初めてだよ。生まれて初めてだよ。やったやばい。せっけーすげーでっけえ、うわ、でか、すげえ、お、50、あるある、うわ、あ、ごめんなさい、ちょっと持ってました、49、うわ、けど。うわー嬉しいありがとう重たいすごいうわーやべえお願いします。これツイッターのヘッドだわよかったありがとう。もういいもういいこれは死ぬ時に走馬灯で見るやつだ。やったぜやったぜ嬉しいバスツインバスドラム意味わからん意味わからん七色ダムなんよ七色ダムでフリックシェイクなんよ見えバスなんよ。出た出ましたねおしっこ漏れそうやったやっためちゃめちゃ引くんすねやっぱもう全部が外れだって最大35センチっすよ、はいはい、あの桜池の、うん、それがそれ15センチもでかくなって、うん、こおお化け物じゃないですか。もうちょっと頑張ったら手入りますよ、はあ、やっぱおるな。そうっすねプラプラしてるんすねしかも、うん、けど日陰に行かないですもんね普通だったらやっぱまあ今日してる人もやっぱみんなずっとあっちを攻めてるけど、うんまあ、いるんでしょうねそんだけ、うん、個体数は多いんでしょう。
いやもう仕上がったもんあこっからまたカズオとか、うん、他のルアーでとかもあるけど、とりあえず仕上がった。ジャッカル本社に足向けて寝れんわこんなフリック 3.8 だけ10袋がこれっすね。なんちゃってジグヘッドワッキーです。ちなみに6ポンドですね。あラインはだから竿も結構ねしなった竿ははいこれは気をつけてくれるから、はい、いやそうですね、めちゃしなった。こんぐらいまでになりましたもんね映えるしなり方ねサムネできる。そうですね、普通のカーボンロッツ、これグラスっすよね。グラスがゆえに起きた、うん、こんなんでしたよ本当に漫画だったもんこんななってたもん、うん、釣りロマンを求めてだと思うのいやーやりました、ね、まあ、49なんですけどね、うん、まあもうほぼ50で、うん、限りなく50、うん、いつものこっちのメジャーだったら50だったかもしれないですやったやったやりました。釣りタイム釣りタイムドリームズカムトゥルー。いやーやべえ。いや途中まで、うん、やっぱり下手くそが来ちゃダメなんですよこういうところは、うん、って思ってたけどちょっとやっぱ諦めるよな。はい、やっぱみんな釣れてるのってやっぱ、まあ見ててもうまいじゃないですか、うん、まあ、YouTube やってる人とか。大丈夫です、打率が低いだけで釣れる。いやーよかった、マジ嬉しい。向こうも意表をつかれたんですよね、うん、まあ、反対向いてたからってよかったのかもしれないですね。だからこっちに気づいてなくてで壁ドンして落ちてきたのでちょいパク寄ってきた。あ引っかかったかと思いましたもん最初、うん、なんかノジルじゃじゃ漏れですわよかったよかった。でもはるばる、そうっすね、長い色まで、そうっすねいやチワリを2回乾燥した時の10倍ぐらいノジル出たないやフリック様々や。最近フリックでしか釣ってない、うん、いいワーム、いいワームフリックシェイク 3.8 インチ、このミミズいいワーム。でこれワームチューブはあのメルカリで買ったストローです太いストローちぎっただけのじゃあ良くなってるよ。そうだからあのコメントでもツイッターかな、うん、かなんかで、ね、リプあったんですよ。いやライターで炙ったら、うんしね、伸縮しますよみたいな、はい、これはストローです、はい、なかったと、はい、溶けちゃうだけなんでまあけどしないよりはまあ握れてないし、はい、やっぱ意味はあるんで、うん、あのワームキーパーちょっと高いなとか伸縮チューブめんどくせえなって人もストローでいいんじゃないですかね、うん、ないよりはマシだと思いますよ、うん、おそらくね。すげかった。まあこいつらでも釣りたいですしね、うん、まあけどこいつらを投げる余裕ができましたね釣れたから、うん、痺れました釣り動画っぽい、ねえねえ釣り動画っぽいよこれ。いいよ、まあ今日七色初めて来ましたけど、まあ、今後もまた来るかもしれないんで味しめて、うん、あのオレンジ色のベスト着てたら僕ですこの入れ立ちね、声かけてくる、この入れ立ちだったら僕ですんで。いやバス釣りって素晴らしいですね噛み締めてる押し込まれそう嬉しくて。今日七色ダム最後まで諦めない気持ちが50近いバスを連れてきたんだよね。フリックシェイク脳進化サイトフィッシング面白さ伝わったかな。というわけで七色ダム後半戦スタート。50アップ。
目指してやっていきましょう。やれる気しかしない。来い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 。めっちゃついてきてましたね、めっちゃドキドキしました。来い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 。うわぁ、2匹来てましたよ。最後どうしたらいいんだろうな。すげぇ、七色すげぇ、動画で見たことあるやつだってなりましたもん。今日はここまで、今日ここまでっていうかもう時間です。いやけど新記録ね、本数が少ないのが残念ですけど、人生初の約限りなく50に近い49センチ釣れたし、まあ魚がルアーに寄ってくるのもこいつで本当今日5、6回見たんで。そう遠くないと思うんですよね、こいつで釣れるのも。なんでより一層ビッグベイトに興味が湧いてしまったし、奥深く罪深いですね、バス釣りは。だから楽しい、最高でした。釣りタイム後半が多分一匹も釣れてない絵だと思うんですけど、より愛が深まったというところでございます。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。よかったですね。いや、やった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 けど、やったけど、まあ、釣った感はあんまないですよね、やっぱ。結果、いやいや、そんなことないやろ。立派じゃない。あれを狙ってやれてたらかっこいいですけど偶然感は否めないです。まあ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 、はい、まあ、積み重ねなんでしょうけどね、うん、そういうのの、うん、まあまあめちゃめちゃ嬉しかったですけど、まああとはあれっすね、今勝のやつ、うん、追ってきたの本当3回4回5回やったんで、あとはそれをどうやったら乗るのか、うん、バイトまで持っていけるのかっていうのが今後の課題っすね。まあけどじゃあそれが桜池とかであれ使えんのかなって気もしますけどね。あ、桜池にもでかいのはいるんだろうけど、個体数の違いは絶対あるでしょうしね、あんだけでかければ。でだから魚はよう見たっすよ、うん、ちっちゃいのも見た、いた、大きいのもいろんな種類があった。そうっすね、まあ、なんで初七色、最初はどうなるかと思ったけど、まあやっていけばもうちょいでかいのにも巡り合える率は確かに高いのかなっていうところはありましたね。うん、なんか可能性を感じる。まあそうですね、うん、可能性の獣でしたね。うん、でまあ良かったです。また行きたいなって思いました。うん、へこへこにやられるかと思いましたけどね。やっぱそのまあ人も多いわけじゃないですか。うん、行く人も、うん、週末とか多分ボート全部出るでしょ、あれは。あの感じだと。で持ち込みガチ勢もいますし、うん、とかって考えたら、まあ、やれたかなって気はしますね。はい、次に生かしたいと思います。だけど今勝つのはいい、あれはいい、ね、明日また買いに行こうってなりました。寄せてくるレゼブルに続くですよ。うん、レゼルブに続く。トップがね、全然あれでしたね。そうやね、今日なんか反応が反応なかったですね。追いかけてくる様子もなかったですね。うん、というわけで、ここからは
以前募集したバイト時の掛け声の結果発表いたしましょうか。はい。トップで連発の回でしたかね。はあ。その時に言ってるかな。セクシー、セクシー、セクシーからの釣れたらフォー。もう言えるわけないですから。うん。あのしかもシンさんでしょこれ。そうや。キュイーン。キュイーン。いやー。ああ。ワンフィンガーの方がキャストしやすいですよ。あとランディングを焦らずに。はい。パオン。パオン。ゴッドっすね、うん。そろそろ池原とかもう少し遠出してもいいかもって、まさにだから今日っすね。うん、いいっすね。ジョジョのペッシーにちなんで、ビーチボーイか兄貴にしましょう。まあ、なんでジョジョのペッシーにちなむのかもよくわかんないですけど。好きなんだね。やるかファイツとかは、うん、はい。ヤロさんはポローンなんだよな。釣り上げるまでは脳内ポセイドンステージの BGM 流れててほしい。釣り上げたらゴッドの音楽で。あのまあまあ、まあ、まあ一番ぴったり合う、ね、一番まともというかまあ俺という人間を踏まえた上でっていうのでは、うん、確かに、まあ、一番しっくりかな。うん、ただポロンってもうバラしてる感が半端じゃないですよね。はい、次行きます。ノージルー。いやまあまあ間違いないけど、釣れた後やな。釣れた後っすね。うん。魚がバイトした時の掛け声ですか。行くでいかがでしょうか。シンプル。自分もバス釣りしてるんですが、バイトの瞬間が一番アドレナリン出るんで、ちなみにやましい意味ではありません。もう俺が言ったらもう 100% やましい意味になっちゃいますけどね。まあ、ジュンってはなりますけどね。脳汁も確かに行くけどな。次。ルアーとバスがマッチしたってことで、マーチ！マッチな日々っていうのも昔やってたんで、YouTube で。まあ、その辺もかけて。はいはい、次。eats! E-A-T-S。うん、食べないからな。はい、次。トリップ！短期間の旅行って意味もあるし、麻薬などによる幻覚症状って意味もあるして。短い時間で脳汁出るからのあれです。はい、まあまあまあ、よく考えられる。よく、ちゃんとしてる。ちゃんと考えられる。次、ポーン、ゴッドフリーズゾーンで。うん、絶対、そんなんて、うん、パーンとか言えないですけどね。次、僕も釣りしてます。食った瞬間は、ありがとうって心の中で叫んでます。過去一人なので。で、巻いてる時は、ありがとう、ありがとう、ありがとうって心の中で感謝してます。やるちゃんも同じ気持ちで釣り楽しましょう。いや、僕もめちゃめちゃそう思ってますよ。優しい。はい。まあ、そう、遊んでくれてありがとうですからね、やっぱり。はい。次。いつも楽しく見ています。掛け声ですが、てめえの範囲はたった一つだぜ。ブラックバス。たった一つの単純な答えだ。てめえは俺を怒らせたドリームでどうでしょうか。野郎最高。ありがとうございます。なんで、ジョジョを好きな人が多いのかな、ね。次。これね、個人的にはね、あまあ、いいねってなりました。リーチ釣り上げるのが当たりと考えたら確かにかかったのはリーチかなっていう意味では、確かに、シンプルながら、まだバラすかもしれない。そうです。あーリーチだから、はいはい。激アツリーチですからね。言ったら。なるほどなっていう。ロッドは煽っての合わせではなく、ロッドを下げての巻き合わせで。その時の掛け声は THC で。帽子よりヤローメジャー欲しいです。THC ってもうダメなやつだ。ヤローメジャーはあのいただいたものだからダメです。プレゼントではない。はい。これもいいんじゃないですか。魚厚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 。魚釣りするものとしては、魚かかった後、竿を立てすぎな気がする。水面との抵抗で魚バラす確率上がるから、寝かせながら引き寄せる。そう、この辺を4のコメントをちゃんともう読ませてもらった上での、前回の桜池とかありますから。うん、まあ今日はね、ほんと合わせて合わせをしてないけど。次。激厚でどうでしょう。次。おめでとう。釣れるのは分かったのでかっこいい取り込みの仕方を頑張ってください。釣れるのは分かったのでっておかしいですけどね。分かってないですからね。当たり前じゃないですからね。かかったらアローで、バレたらふざけんなで、
な新さん好きな人も多いのかな、多い、次ガミッタ逃したら鳥ガミでボートっすかね、ボートよね、次ゴーゴー、次バスッターからのギルカーイはどうでしょうか、フィッシュオン、フィッシュオン、まあこんな感じですね、はいはい、この掛け声部門はいっぱいいただいて、はい、ありがとうございます。個人的にはやっぱりありがとう、はい、とリーチ、はい、がしっくりくるから、まあそうですね、ありがとうはめちゃめちゃ言ってますけどね、うん、スタートとか、あの基本的に釣り動画リリースの瞬間を映さないから、うん、あの映像に残ってないだけで、はいはい、ありがとうって言わなかった魚は一回もないですけどね、うん、だからそれ考えると僕はリーチかなっては思うんですけど、はいはい、言いやすい、言いやすい、単純にあの忘れにくいと思うんですよ、うん、リーチリーチ、はい、来たリーチってつながると思うんですよ、はいはいはい、来たはねもう絶対絶対行っちゃうんですよね、うん、来たとかもあるしね、はいはい、まあ、リーチかな、僕はリーチに1票ですかね、じゃあもうリーチ2票で、まあ、リーチにしましょうか、じゃあまあまあ覚えてたらですけど、ね、本当に正直その瞬間テンパってるんで、まあ、ちょっとジョジョも入れつつって感じかな、そうですねもう今後ね、うん、もうまあ本当1日10匹とか20匹とか釣れるような時に来てもう余裕やね、あまたもうこれもうちょっとちっちゃいねみたいな、うんうん、時は、まあ、言えたらいいなって思いますけどそうですね、なんで、今回の釣れた時の掛け声選手権は、YouTube の名前がアレックスさんのリーチに決定いたしましたので、アレックスさんはこの動画をご覧になったら、僕に Twitter でリプライをください、うん、そしたらその後やり取りしたこの時に被ってた帽子の方をお送りさせてもらいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。あとはなんすかね、あのクソダサい刺繍の帽子も作りたいですけどねいい加減釣りタイム、釣りタイムのあの月桂樹みたいなここにおじさんがよくかぶってる金の刺繍の海釣りのおじさんがかぶってるようなやつもとか、僕一個これ忘れちゃいけないから今ここでカメラの前で言っておきますけど、うん、ルアーを、はい、まあじゃあ作るとするじゃないですか、うん、ウッドでも何でもいいですけど、うん、これあのオリジナル柄、はいはいはい、魚群柄、お、よくないですか、ルアーに魚群がプリントされてる、はいはい、いっぱいいるみたいな、そうですだし、まあ、単純に魚群ですよね、はいはいはい、あの海の、うん、ああいうのとかも、まあ、今後なんか形にできたらいいっすね、確かにそういったものが、まあまあガチれば本当ビッグベイトとか多分一個ずつ書いていけば、うん、できないことはないかもしれないけど、まあそんな日が来るかもしれませんね、うん、まあそのためにはあの皆さんのご視聴とが、ないとあの番組続かないんで、友達にもね釣りしない人にもぜひ教えてあげてくださいね、まあ、こうバラエティと釣り番組の狭間をさまよってる感がちょっとありますんで、まあ、今後のこの方向性というか、うん、釣り番組にしてはちゃんとしてないしバラエティってほどぶっ飛んでないしみたいな、ちょっと今中途半端な感じになってるかなっていうところもありますんで、まあ、今後はねその辺も、期待して、まあ、ちょっと考えてやっていけたらなと思ってますので、また次回ぜひ、いいシーズンになってきますからね、9月入って、ね、秋はいいシーズンだと聞いてますんで、次回もたくさん釣れるように
頑張りたいと思います、皆さんも釣りに行かれる際は水の事故とか怪我とか、気をつけて楽しいフィッシングと、魚に対するありがとうの気持ち、あと一番言われるんですけどツイッターとかで、うん、一時ね多分海は僕はまだしないです、うん、バス釣りをしたいんで、で道具を僕も変なところで凝り性なところがあるんで、海をやるってなったらまた海の道具欲しくなっちゃうんで、とりあえずはバス釣り一本だと思います、うん、その真冬になるとかね、うん、まではなったら分かんないけど、とりあえず海に行くとか海の船釣りとかの予定はとりあえずないんで、うん、その辺はちょっとまだないです。それではまた次回、釣りタイムとやる口とゴールデンジャケット、めっちゃ頑張る。よろしくお願いします、それでは良い兆候を、グッドフィッシング、グッドライフ、今勝の提供でお送りいたフィッシングジャンプの提供でお送りいたしました、See you next 釣りタイム、バイバイ。